こんにちはインターン生の小松です前回の記事では基本的に目指していく役を説明いたしました第3回目となる今回はマージャンにおける守備力について説明したいと思いますマージャンは4人で打つ競技なので当然自分以外の3人の相手も、えー、手役を進めますし当然相手からもリーチが飛んでいきます敵が3人いるわけなので何も考えずに攻め続けていては当然相手に振り込んでしまう確率が高まります そこで、相手への振り込みを回避するために、マージャンにおける守備力を高める必要があります。守備力を高めるには、相手の待ち合いを予測することが当然大切となってきます。守備力を高める一つの方法として、安全牌を抱えながら打つということが挙げられます。当たり前のことですが、相手の捨て牌は相手の振り点となるため、完全安全牌です。 そのため、自分の手配があまり強くない時や、打点が見込めない時などは、振り込みたくない相手に対して、えー、安全範囲を持ちながら進めていくことが守備力を高めます。そして、相手からリーチが飛んできた場合、安全範囲を切ってやり過ごします。点数状況が平らな状態の時は、振り込んだ際に点数が高い親,の親に対して安全範囲を抱えながら打つといいです。続いて、守備力を高める方法として、筋範囲を切るということが挙げられます。 数字というのは、両面の形となり得る数字の数字の,数字のことを指します。例えば、2、3で持っていた場合の数字は1と4ということになります。数字は全部で1と4、2と5、3と5、4と7、5と8、6と9の6つとなっています。これが、えー、マンズピンズ総数それぞれにあるので、マージャンにおける数字というのは全部で18あることになります。 町は基本的に両面の町を目指していくので、例外ももちろんありますが、リーチ者も両面であることが多いです。そこで何もわからない相手の町をとりあえず両面であると読んで灰を切っていくことが振込会員につながります。また、安全灰が一つもないときは、この筋を信用して灰を切ることも守備力を高める一つの方法となります。例えば、5が通っていた場合、相手は2と5、5と8からなる両面である、 可能性がなくなるので、2と8は比較的通りやすいという読みができます。このように筋を利用して範囲を切れば、おのずと守備力が身につきます。最後に、えー、守備力を高める方法のもう一つとして、間4件を切らないという方法があります。間4件の説明の前に、裏筋というものを知っとかなければなりません。裏筋とは、ある特定の数字範囲 A が切り出されたとき、その範囲の、その隣の範囲かつ A をまたがない数字範囲のことを指します。 例えば、2が切られた時は3と6、4が切られた時は5と8が裏筋ということになります。配台4件というのは、裏筋と裏筋に挟まれた囲のことを指します。例えば、相手が4と9を捨て牌に切っていた場合、4の裏筋である5と8、9の裏筋である5の8は、2、えー、重で裏筋が重なっています。まあ、じゃあ、2目を目指していくのがセオリーであるので、5と8はかなり危険牌であるということが読むことができます。 この間4件を理解していれば自然と危険範囲も察知することができます。今回は振り込まないためのマージャンにおける、えー、守備力についてご紹介いたしました、えー。守備力を高めながら打つことによって攻め時には攻めれ、守る時には守れ、攻守の優れたマージョンを打つことができます。それでは良きマージャンライフを。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。